戦争勃発。隣国エーデルン峡谷とハードランドの緊張は日に日に高まり、戦争勃発の気配は刻一刻と近づいていった。王宮騎士団の詰め所の自室で、ミハイルは寝るに寝つけずに寝返りを打った。いよいよ遠征隊としてエーデルン峡谷へ赴く日を目前にして、つい気持ちが高ぶってしまう。ベッドの中で浅い眠りから目覚めてはまた眠りということをミハイルは幾度となく繰り返していた。ミハイル。こら起きろ。グゴリク、お前こそ起きろ。お前が起きたら俺も起きるから。嘘をつけ。じゃあ俺も起きないからな。おいミハエル、一体何をニヤニヤしているんだ。何って、せっかく歌方の夢を楽しんでいる時に。どうしてお前がここにいるんだ。戸締まりもしっかりしたのにか。この程度の錠前を外すくらい朝飯前だ。見かけによらず不用心だな。おいおい、悪い冗談はよせ。しかし何の夢を見ていたんだお前。口からよだれまで垂らしていたぞ。嘘だ。寝る。まあそう怒るな。一大決心をした割には成長していないな。遠征隊のことを聞いたのか。ああ、サンジェルマンから知らされてな。あいつ本当に嫌がったのか。なるほど、それで俺の部屋に訪ねてきたってわけか。ところでお前、遠征隊に参加するというのは本気なのか。当たり前だ。俺は王宮の見回りをするだけの男で終わるつもりはない。これから戦争が始まろうという時に、この平穏無事な箱庭の見回りを。くだらん。俺は前線に出て戦う。もう決めたことだ。それに怒り高き王宮騎士団長が発言を取り消すわけにはいかないだろう。ミハイル。勘違いするな。俺自身が決めたことだ。お前のせいじゃない。機械の兵隊などにこの国を任せられるか。引き止めようとかそういうわけじゃない。ひょっとしたらもう二度とお前に会えないような気がしてな。ふざけるな。ちょっと大会で俺に勝ったからってバカにするのか。俺は勝利を収めて必ず帰ってくる。首を洗っておとなしく待っていろ。ああ、お前がそこまで考えて腹を決めているのならもう何も言わない。昔はよく一緒に寝ていたろう。お前が父親の暴言に腹を立ててよく家出しては俺の部屋に隠れていたからな。
つまらんことを思い出すな。今晩一晩だけだ。朝が来て、お前が部下の前でカッコつけなきゃいけない時間には帰ってやるさ。勝手にしろ。貴様というやつは全く勝手だな。こんな長い間俺を放っておいて、来たい時に勝手に来て鍵まで開けやがる。気に入らないか。ああ、気に入らんな。なのになぜだろうな。お前の顔を見ていると急に死への恐れを思い出してくる。貴様が悪魔や死神のような顔をしているからなのか、それとも俺は貴様のことを。ミハエル、もう貴様のその凶悪な面を拝むこともないのかと思うと、すがすがしい気持ちになってきやがる。そうか、それはよかった。お前はどうなんだ。俺が帰ってこなかったら。そうか、それはよかった。お前の言葉を聞いて目を見ていたら少し安心した。お前は勝利を挙げて必ず帰ってこい。俺はお前のことを信じている。もちろん信じたからといってどうにかなるほど甘いものでもないが。言っておくが、後をついてくるなよ。お前みたいな疫病神がついてきたら勝てる戦も勝てなくなる。言ってくれるな。もし万が一戦争に敗れたら、国王やシルフィ王女を守ることができるのはお前しかいない。ああ、俺はそう思う。それからお前に頼みがある。なんだ。俺たちのような貴族にはあまり民衆の生活に触れることもないから、あまり実感が湧かないかもしれないが、今民衆や傭兵たちの間に不穏な動きがあるらしい。正直戦争に便乗して内乱が起きてもおかしくないくらい不穏な空気を感じる。王宮騎士団といっても所詮王族や貴族を守るだけだ。王宮の誰も千年王国に酔いしれ、誰も危機感を持っていない。だから国王やシルフィ王女をお前が守ってくれ。頼む。ミハエル、わかった。お前のそんなに真剣な目を見れば誰もがお前の話に耳を傾けるだろうに。そんなお前が遠い異国の地で命を懸けて剣を振るうというのは、なんとも。そう言うな。今や機械化された戦争で誰も前線の重みを知らんのだ。そんなお前が遠い異国の地で命を懸けて剣を振るうというのは、なんともやるせない話だ。王宮騎士団の下の奴らだってそうさ。貴族のお坊ちゃまの剣術サークルみたいなものだ。ミハエル、今日はこれから遠征で長旅だろう。少し眠っておけ。なあ、お前は。お前の寝顔でも見ておくさ。バカか。ゲオリク、最後にお前が来てくれてよかった。
やれやれ、相変わらずだな。もう朝か。ゲオリ君、今日は俺より寝ぼすけなんだな。ああ、本物か。おいおい、そんなに驚くやつがあるか。うるさい。俺は眠ると前の日の記憶が少し飛ぶんだ。普通そうだろ。そうか、俺はよく覚えているがな。昨日は可愛かったぜ、ミハエル。嘘だろ。嘘じゃないさ。嘘だ。だ大地、そんなのおかしいだろ。俺は覚えてない。昨日の夜のことなのにもう覚えていないなんて、お前ひどいやつだな。おお、神よ、ひどい。俺は初めてだったのに。何が初めてだったんだ。俺はただ可愛かったと言っただけだが。帰る。ミハエル、生きて帰ってこい。まあ、何を赤くなっているんだ。俺は相手はあのゲオリクだぞ。団長、花向けの集会をしたいのですが。ああ、今行く。はい。団長、お前たちみんな揃いも揃ってどうした。団長、昨晩話し合って決めたのです。団長が行くのなら俺たちも行きます。どうか今からで間に合うのなら遠征隊に加えてください。ダメだ。団長、なぜですか。あんなに俺たちを怒鳴りつけていたじゃないですか。俺もあれから考えたのさ。やはりお前たちはこの王宮にいるべきだ。じきに俺の代わりの新しい騎士団長がお前たちの中から決まるのだろう。そして俺の分までこの王宮を守り抜いてほしい。この美しい祖国ハードランドの王宮を。約束してくれるな。はい。ありがとう。お前たちの言葉を聞いて俺も安心して旅立てる。どうかご無事で。団長、どうかご無事で。ああ、当然だ。マルジロ、お前はもう少し食べた方がいいぞ。はい。バレンティン、お前には統率力がある。みんなをどんどん引っ張っていってやれ。はい。サイモン、お前は少し人が良すぎる。もう少し危機感と緊張感を持て。はい、その通りです。
俺、気をつけます。そういう返事が人がいいと言うんだ。どうした？湿っぽいのはやめてくれ。そういうのは苦手でな。団長、またあの酒場で団長のおごりのビールが飲みたいです。バカ。サイモン、本当にお前ってやつはうつけの中のうつけだな。そんな当たり前のことを言ってくれるな。その時にはビールなどと言わず、ドンペリを全員に一本ずつ開けてやるからな。団長、絶対に帰ってきてください。ああ、お前らも少しは剣の腕を上げておけよ。ミハエル、とうとう行ってしまいましたね。ゲオリクへの手紙は間に合ったのでしょうか。遠征に行く前に一目ゲオリクに会わせてあげたかったのですけど。ミハエル、あなたはなんて不器用な人だろう。本当に意地っ張りで、だけど痛いくらいに純粋な。サンジェルマン、どうしたんです？ああ、すみません。遠征隊の列を見ていました。ご苦労なことですね。生身の人間などチェインクルセイダーの力に比べれば虫けらのようなものだというのに。まったく無駄死にに行くようなものです。せっかくのチェインクルセイダーの恩恵に預かって死者なしに勝利できるというのに、愚かですよね。ブルーノ、あの志願兵たちを、そして僕の友達を虫けらですって。そうです。どこの世界にもいますよね。合理化に馴染めず伝統に取りすがる愚かな人が。やめてください。それ以上侮辱するとあなたでも容赦しませんよ。そうですか。容赦しないとどうなるんですか。少なくとも研究に対する熱意はもう。そんなことは言っていられませんよ。この国にもうすぐ内乱が起きますから。何ですって？最近民衆から不穏な動きを感じます。近いうちに民衆が王宮へ押し寄せてくるかもしれませんよ。なぜです？あなたになぜそんなことがわかるんです？さあねえ、奴らの税金を不老不死研究につぎ込んでいるのがバレたんじゃないですか？そんな、確かに穏やかでない空気は感じていたのですが、まさかこれほどに急とは。大丈夫ですよ。あなたが開発した兵器の在庫を国内で消費すればいいんですから。僕は反対ですよ。あなたは世界を火の海にしたいんですか？あなたがどんなに私を嫌おうが、もう私なしにはいられないでしょう。私の研究室でモニターを確認しましょうか。チェインクルセイダーたちの目覚めの瞬間を二人で見届けるのです。メフィスト、そこにいるのだろう。出てきたらどうだ。
どうせお前に全て見られていることは分かっているのだから。恐れ入ります。やはりお気づきでしたか。当たり前だ。お前、ミハエルの屋敷にいるときはおとなしくしていたな。はい。なぜだかあのミハエル・ランフトには近づきがたい雰囲気がありまして。つまらん言い訳はいい。リリスに今日のことは黙っていろよ。なぜですか。まさか何かやましいところでも。バカを言え。ただ私としてはああいう場面は見るに耐えませんので、今後はお控えいただきたいものです。勝手に何でも覗き見しているくせに、この俺に注文までつけるつもりか。いえ、滅相もありません。ただこの私、ゲオリク様のお役に立ちたいという一心で。もういい。よう、いらっしゃい。今お前さんの役に立ちそうなものといったらこれぐらいだが。硫黄、黄色い粉状で独特の周期がある。錬金術では男性原理を表す。毎度。それじゃあ包むから待ってくんな。またいつでも来てくれよ。哲学の硫黄、男性原理を象徴する硫黄を純化したもの。哲学の睡眠と組み合わせて編成することで、あらゆる金属や鉱物が生み出せるとしている。チェインクルセイダー選抜隊覚醒終了しました。ご苦労様。さて、言うことを聞いてくれるいい子たちかどうかチェックしていきましょうか。全ての点検に通過しています。このまま遠征隊よりも先にエーデルンの国境部分へと到着します。わかりました。無線での連絡は全て報告してください。いよいよですか。サンジェルマン、あなたがそんな顔をしていては全体の士気が下がるでしょ。軍の人間でなくてもあなたは今この戦いの勝利の鍵を握る人物ですから。ブルーン、あの兵士たちはやはりホムンクルスなのですか。なぜそう思うんです。ゲオリクの入れ知恵ですか。そんなことはどうだっていいでしょう。さあ、どうなんです。あなたの推測通りですよ。彼らはこの国を守るために作られたホムンクルス。この国で最も麗しいカリスマを備えた英雄の遺伝子を受け継いだ人造の生体兵器ですからね。まさか。今さら迷う時ではないでしょう。火蓋はもう切って落とされたのです。あなたは私の助手として最大の戦果が出せるよう尽力してください。
最初の砲撃が始まりましたね。ブルーノ、こんなに強い衝撃を伴う兵器をチェインクルセイダーに装備させていたはずは。大丈夫ですよ。戦争を知らないあなたには刺激が強いかもしれませんがね。あなたには申し訳ありませんが、勝たなければ意味がない。ブルーノ、ミハエル、君が命を懸けて戦いに行くというのに、僕は一体何をしているんだ。第二次大陸戦争はついに勃発した。ハードランドのチェーンクルセイダーたちは異国の地へと向かって2万体近くが送り込まれたと国内外に報じられた。強大な司令術師たちを擁したエーデルン峡谷軍を打ち破り、勝利を収めることができるのか。そして自分たちの身さえ滅ぼしかねない強大な勢力を扱い切ることができるのか。言い知れぬ人々の不安を抱えながら、爆音と粉塵が大陸を覆っていったのだった。